ジョーダン194は、ジョーダングランプリが1994年の F1、世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカー。設計者は、ゲイリー・アンダーソンとスティーブ・ニコルズ。1994年の開幕戦から最終戦まで、実戦投入された。193の後継マシンとして開発され、引き続き6足。 横置きセミオートマチックギアボックスとハート製エンジンを搭載する。吊り下げ式のフロントウィングから従来の当初なルーイングに戻された。ドライバーはルーベンスバリチェロと昨年の日本 GP からデビューを果たしたエディアーバインを起用した。アーバインが開幕戦ブラジル GP で多重クラッシュを起こし参戦出場停止処分を受け、第2戦パシフィック GP は鈴木アグリ。 第3戦0 3割の GP と第4戦モナコ GP は、アンドレアでチェザリスがアーバインの代役として出走した。ハートエンジンのスピード不足と信頼性不足の影響で、計17回リタイヤを喫し、ダウンフォース不足にも悩まされた。バリチェロは、確かに193よりタイムは出るんだけど、なんか、物足りないし、乗りにくいんだよねと語った。 それでも、バリチェロが、パシフィック GP でチーム初の3位表彰台、さらに第11戦ベルギー GP で、初のポールポジションをもたらし、アーバインも時折速さを見せ、スポット参戦したチェザリスがモナコで4位入賞と、活躍を演じた。年間を通じて28ポイントを獲得し、コンストラクターズも初参戦以来となる5位に、返り咲いた。ありがとうございます。